こんにちは、サトパンです。今回はですね、ハロウィンの格好をしてみました。帽子だけなんですけどもね、今回はですね、私がですね、若い頃からずっとやってきた仕事をちょっとご紹介したいと思います。それはですね、車の改造なんですね。外装のペイントをしたりですね、サンルーフをつけたり、ベンチレーターをつけたり、内装に至っては電気製品をつけたりですね、それからベッドを作ったり、シートを張り替えたり、それから家具ですね、タンスとか引き出しとかいろいろ家具を作ったりしておりました。はい、そういうこともあってですね、今回クラウドファンディングの営業者の中に50万と予算を組んでるんですけど、副社を作ると50万円では済まないんですね。でもほとんどが私自身が自分でできるもんですから、ペイントも内装もできるもんですから、まあ本当に車代だけということでございます。それで50万という予算を組んでいます。ぬいぐるみはですね、ネット上で見積もったら大体50万ぐらいかかるでですね、3ヶ月分の営業費として50万ぐらい計上というふうになっております。はい、現在はですね、低調ですけども、これからですね、残り34日、ぐんとですね、盛り返していけるかと思いますので、皆さんの熱い熱いご支援をですね、期待しております。よろしくお願いします。動画を見てくれてありがとうございます。登録よろしくお願いします。